安高地哲也は、日本の予備高校講師。福岡県北九州市に生まれ、音楽群岡垣町にて育った。福岡県立中方高等学校を経て、上智大学外国語学部英語学科を卒業した。幼少期に、アメリカ映画や洋楽など、欧米作品を鑑賞したことで英語に興味を持った。2021年現在、株式会社 t c c 取締役。 一般財団法人実用英語推進機構代表、理事。予備校教師であり、東資ハイスクール、東資ン衛生予備校英語科講師として活動する。また、大学や企業、教員研修でも、英語を教える。なお、かつては、船橋予備校の元講師であった。トーイック990点満点、トーイックスピーキングライティングテスト200、200、英検一級。 国連英検特 A 級通訳案内業、一級小型船舶操縦士等の資格を持つ。棟方高校在学中は同校産学部にて活動しており、昭和59年の全国大会では全国優勝を飾っている。平成26年には文部科学省において設置された英語教育のあり方に関する有識者会議において委員を務めた。 故郷である岡垣町では、平成27年11月20日に、宮内実男町長から移植状の交付が、行われ岡垣ふるさと、大使、岡垣町英語教育アドバイザーに任命された。平成26年学校法人工事町、学園女子中学高等学校英語科特別顧問、令和3年情報経営イノベーション、専門職大学客員教授 ABE。 世界で活躍する、あの人に学ぶ、有名人の英語ライフ、やスコーチ哲也さん。トーイックスクエア、2014年5月13日、閲覧。今やれよ。で、掲載の著者紹介より、安ーチ哲也。トーイックスクエア、国際ビジネスコミュニケーション協会。2015年8月25日閲覧。安ーチ先生実記伝、超字幕で、本物の英語力を身につける。 ソースネクスト、二千十2014年5月13日閲覧ありがとうございます。